ペドロ・アメリコ・デ・フィゲーレド・エメロは、ブラジルのアカデミック絵画の画家、著作家、美術教師。アメリコは、パライバ州アレイアに生まれた。1854年、リオデジャネイロ市に移り、そこで、奨学金を得て、帝国美術学校に学んだ。さらに勉強するため、ヨーロッパに渡り、パリで、ドミニク・アングル、ジャン・イポリット・フランドラン、アントワーヌ・シャルル・オラ・ースベルネの弟子となった。 アメリコの絵は多くの賞賛を得て、1868年にはブリュッセル自由大学で科学の博士号を取得した。ブラジルに戻ると一連の傑作を制作し始めた。その中にはブラジル全土であまねく知られているペドロ一世がポルトガルからの独立を宣言した、その瞬間を描いた独立歌詞家が含まれる。この作品は 数十年前から小学校の歴史の本に掲載されている。アメリコはフィレンツェとリオデジャネイロの両都市で講師及び美学士家としても活躍した。アメリコはマヌエルデ・アラウホポルトイコール・アレグレの娘、カルロタでアラウホポルトイコール・アレグレと結婚した。共和制の宣言とともに1890年には国会議員にも選ばれた。1905年フィレンツェで没した。 ありがとうございます。